サヨの鐘は、1938年に起きた事故に、関連して、台湾台北州総合軍番地に設置された鐘、及びその事故のことを歌った、渡辺浜子の歌、また、その事故を題材として1943年に、封切られた、リコーラン主演の小畜映画。1938年、日本統治下の台湾、台北州総合軍番地大技利用編者に、駐在していた、 日本人の巡査、滝と正木に召集令状が届き、出征することとなった。その巡査は、村の学校の教師も務めるなど、面倒見が良く、村人から慕われていたため、下山する際の荷物運びを、村の青年たちが申し出た。17歳の少女サヨンハヨンも、その一人だった。一行は悪天候の中出発したが、途中の川にかかった丸木橋を渡る際、 荷物を背負っていたサヨンは足を滑らせて増水した。川に落ち、命を落とした。この話は、出生する恩師を見送るために少女が命を犠牲にした、ということから、台湾先住民宣部のための格好の愛国美談となって広まり、台湾総督によって、サヨンを検証する金と石踏みが遭難現場付近に建てられた。これが、サヨンの金と愛国を女めサヨン遭難の日である。 応答は戦争を勃発後の1943年、三地名の日本食強化政策により、サヨンの故郷、リオ編もこの物語により金が丘に解消された。サヨンの遭難の記事を読んで感動し、強く楽曲家を希望したのが、当時すでに中国情緒あふれる歌で人気のあった、渡辺浜子であり、その希望を入れる形で作られたのが、西条八十作詞、小賀正雄作曲による、 歌謡曲、サヨンの鐘である。この歌は、美談と共に広まり、内地外地を問わずヒットした。サヨンの鐘、作詞、西条八8作曲、小川正岡、渡辺浜子映画、サヨンの鐘歌のヒットを受けて、さらに映画化が企画された。当初1941年に制作される予定であったが、日米海戦の影響で、航海の安全が危ぶまれ、 台湾ロッケができなくなったため一度中止された。当時大陸三部作などで人気のあった大スターリー、コーランの主演で制作された。この映画は1943年7月に封切られた。劇中で、リコーランは、サヨンの歌を歌っている。サヨンの鐘制作、松竹、台湾総督府、満州映画協会監督、清水博出演、リコーラン、この絵年秋、 大山賢治音楽、小賀正夫第二次世界大戦後、台湾に移ってきた国民党政権によって、日本の台湾統治の象徴の一つである、この鐘は撤去され、石踏みも悲鳴を削った上で廃棄された。その後、台湾の民主化とともに鐘は復元され、石踏みも新しい石踏みと並んで再び建てられている。また、左四の住んだ村の付近に架けられた橋には、 サヨン橋という名も付けられている。ありがとうございます。